ニマ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆さん、こんばんは、平天くんです。本日は千葉県柏市にあります、ニューヤマトさんに来てます。ということで、平天くん、こちらのお店、初来店なんですけどね、なんでも平天ちゃんが平天くんより先に来てるということで、しかも2回も、なんで先に俺に声かけてくんねんだってことでね、やっと声がかかりました。ということでね、しかも今日は1月28日、ついにね、あの台が解禁されたということで、ね、あの台のデータとかね見ながらね、早速行ってみたいと思います。入店、はい、入店やってきました。ニューヤマトさん、それでは早速店内データ見に行きましょう。ということで、こちらのお店、1階が、パチンココーナーということで、正面入ってね、エスカレーター上がると2階がスロットコーナーということなんでね、見ていきましょう。あ、失礼します。あ、どうも、ありがとうございます。頑張ります。えいえい。ありがとうございます。あ、どうも。ありがとうございます。さあ、いきなり出ました。ミリオンゴッド、ゼウスバージョンでございます。すごい、わあ、すごいよ。ああ、すごい。ゴッド揃いですか？これは。すごいね。一撃4500枚。すごいな。こちらの台、大当たり回数17回なんですけど、液晶は4300枚、出玉はね、それ以上ある、もっとすごいのあったら33回、ね、液晶1000枚だけどね、6000枚ぐらいあるよ、お隣の台もね、4000枚は、すごいね、でもちろん話題のね、ガロとか、オス番長とか、ね。バイオとかね、もちろん入っておりますよ。もう聖夜高画機動隊花の刑事ね、もう皆さんが打ちたくなるような台は大体入ってるということでね、あと奥はね、バラエティーコーナーとゴスロなんでね、ジャグラーコーナー見ていこう。こちらの台34の13、うんね、こちらの台もいいね、22の27、隣もそうか、22の28、いいよ、うん、失礼します。はい、でこちら、ニューアイムジャグラー EX とマイジャグラーね、24の26、こちらの台もいいね、30の26、20の26とかありますね。やっぱね、いいだよね、お客さんがあっち掴んでんな、困ったぞ、ジャグラー打とうと思ったのに打っちゃうか、ミリオンゴッドゼウスバージョン、うん、あー、どうもす、打っちゃうか、まだね時間あるんで、こちらのお店50分閉店ということで、ね、あと15分あるから、どうしようかな、残り5分ぐらいまで、一応ね大当たり回数いっぱいついてるね、この台25、どうなんだろう、解析とかよくわかんないけど、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで、平天くんが選んだ台は、ユニバーサルさんの、ミリオンゴッドゼウスバージョンね、今日が導入初日ということで、ね、全く分かんないけど頑張っていきたいと思います。お座り一発チャンス、まあ目押しいらないんだろうね、本当はね、前回の、ミリオンゴッドでもね、1回ぐらいね、ゴッドゲーム入れたかったんですけど、入れることができませんでしたよ。いやー、何も引けない、まあ引けねえか、早いな、追加倒し、もう50枚追ってみよう、まだ時間あるだろう、かっこいいね、バジリスクと同じ筐体なんだね。おお、ダメか、ダメだ、残念、移動残念、引けなかった、時間がないからジャグラー行こうダメだった、もうこうなったら何でもいいや、設定、お、131分の1、これでいこう、うん、
フリーズさせらんなかったよ残念。ということで、ジャグラーで行ってみたいと思います。まあでもね、合成131分の1なんでね、買っちゃうでしょ。あら、いきなり詰まっちゃった。おさりパッチャス、残念。いやまあそれにしてもゴッドすごかったね。アシラコジラで4000枚オーバー。はい、残念。ダウ、セカドーシ200枚目。やばいよ、あ3分ぐらいかな、4分か3分ぐらい、時間ない。ワンビッグお願いします。いいよ、ブドウはいいんですよ本当に。ブドウ本当にね、ブドウは最高。いいよブドウ、ブドウラッシュ。残念、やばいよ、時間ない。あーもうブドウ、あと1分ぐらいかな、2分あるかな危ね、揃ってもよかったトントン、トントン、ああ流れた残念なあ、残念。はい、ああ胸胸残念。はい、ということで早速使い切れなかったコイン流したいと思います。えいえい、4枚。はい、今回の結果4枚、胸。はい、実戦終了、実戦終了ということで、今回の閉店くん、こちらニューヤマトさんでの実戦機種は、まず最初にユニバーサルさんのミリオンゴッドゼウスバージョンで当たんなくて、その後に、北電さんのね、アイムジャグラー EX を打ちまして、投資枚数が全部で200枚、獲得枚数、いや使い切れなかったコインが4枚ということで、マイナス196枚です、胸、ね、いやね、もうねカオンっつってね、フリーズさせるつもりだったんですけどね、全然俺がフリーズしちゃうぐらいでしたもうね弱い弱いということで、いやでもね、あのデータはすごい、もうあちらこちらでね、もう4000枚オーバー、6000枚オーバーということでね、なかなかいいんじゃないでしょうか。でね、ジャグラーコーナーもね、もう結構いい感じの台いっぱいあって、閉店くんが打った台も131分の1ね打ったんですけどね弱いね俺ねということでお店は悪くないよということで、こちら、ニューヤマトさんの宣伝をちょっとだけ、じゃん、この動画が配信される頃にはですね、パチンココーナーに、CR パチンコ北斗の拳5覇者ね、こちらの方導入決定となってますんでね、動画配信されている頃には多分絶賛稼働中ということなんでね、ぜひ北斗シリーズ大好きな方はね、こちらニューヤマトさんに来ちゃってください。あとですね、その動画の配信された数日後か、まあ動画配信された頃にですね、パスロのエヴァンゲリオン ART ね、結構話題作でございます。こちらもね導入予定となってますんでね、詳しい詳細は、PR とまたはメール会になってね、情報をゲットして、こちらニューヤマトさんに来ちゃってください今回僕は負けました、次回は頑張ります引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ